パーベル・ミフ・パーベル・ミフは、ソビエト連邦の歴史家、教育者である。本名は、ミハイル・アレクサンドロビチェ・フォルティス。ヘルソン州へ、ルソン県出身のユダヤ人。10月革命以後、コムソモールやソビエト連邦共産党で活動。 孫一ン,ン大学校長、コミンテルン執行委員会局当局代表を務め、中国共産党に参与して、理律3コースを否定し、国際コースを進めた。ミフは、カール・マルクスが主張するところの、アジア的生産様式について論じていたほか、ソ連邦、コムアカデミー世界経済及び、世界政治研究所太平洋部の出版する雑誌。 太平洋の監修者の一人としても活動していた。1936年、中国共産党英雄、奮闘的15年を出版した。しかし、1937年12月に逮捕され、1938年7月に反革命テロリスト組織へ参加したとされて、死刑となる。中国共産党における、ミフの影響は、政府運動により排除された。 1956年に名誉回復された。ABC パーベルミフトは、コトバンクシナにおける、共産運動、ト島マヒロム1933年 AB シナにおける、最近の農民運動と、農業問題産業労働調査所1929年7月、シナ原始社会形態、井上義夫1939年、在学こ,こか共産主義大学付属世界経済及び、 世界政治研究所太平洋室としても知られる、ソ連邦重要事項市外務省調査部1935年11月、ーファイ、中国共産党1935年市外務省、情報部1936年3月。ありがとうございます。